はい、おはようございます。現在の時刻は、ね、朝9時を過ぎたところです。現在私は、ね、岡山県倉敷市の、JR 小島駅にいます。これから、ね、瀬戸大橋を渡って坂出駅まで行くんですけれども、じゃあ、まあ小島から坂出というと、まあ、電車に乗って、まあ、15分15、6分というところではあるんですけども、今回、ね、実は、ね、もう一つ別の方法があります。まあ、タクシーを使って、ね、まあ、瀬戸大橋を渡って坂出まで行くこともできるんですけども、あくまで公共交通機関を使っていくということなんですけども、実は、ね、路線バスがあります。こちらです。はい、目の前に止まっているのが琴山バス。このバスに乗って坂出駅まで行きます。はい、でね、今回はこの小島駅からこの9時20分発の、瀬戸大橋線坂出駅前行きのバスに乗ります。1日、ね、わずか4本、まあ、18時55分の、年末年始運休バスを入れると、まあ、1日5本なんですけども、このバスに乗って、約1時間10分かけて、坂出駅まで行きます。途中ね、なかなか入ることができないこういったね、離島、羊石島とか岩黒島、与島といった、まあ、与島はね、パーキングエリアがあるので有名かもしれないですけども、これらの島によって、坂出駅まで行きます。はい、ちょっとね、今ね、運転手さんとね、いろいろ喋ってら、こんな時間になっちゃいました。なかなかね、気さくな運転手さんでね、動画撮るのみたいな感じで、あ、撮りますみたいな感じで、神奈川から来ましたって話をして、あ、そうなんだみたいな話をして、ちょっと運転手さんと盛り上がってしまったんですけども、なかなかね、気さくな運転手さんでよかったです。楽しくね、坂出駅まで行くことができそうです。
Thank you.
吉田小学校前です。
ご乗車ありがとうございます。お降りの際は足元に注意してお降りください。もしよく行くんやったらどうだな、行ったらいいのになおもと考えたけど、これ一緒に長かったらいいのになおもと何が付いておいてどこまで見るところ取るの、そうよ、取るの。あったらそんな思わんとな、なかったらな、用意があって思わんな、もう、もうすぐ出てこないかもな、用意があって10時25分かな、予定よりも5分くらい早く、坂出駅に着きました。楽しかったです。なかなかね、普通ね、瀬戸大橋はね、車でね、自分の車でね、何回かね、行き来したことあるんですけども、途中ね、吉島のパーキングエリア、ここだけはね、何回か寄ったことがあります。ただね、瀬戸大橋を通るたびにね、途中の島々でなんかね、こう、一般車両、進入禁止みたいな看板を見たことがあるので、これ一般車両って通れないよね、まあ、島の島民しか通れないよねっていうのは知ってたんですけども、じゃあ実際にねこうやって島に入るにはね、こういう島民の他にね、こうやって路線バスがあるってことを知って、乗りに来たけど、すごい充実しました。島から見上げる瀬戸大橋っていうのも新鮮でしたし、何よりもね、海がすごく近く見えるのがとても良かったです。このね、琴山バスのね、小島から坂出までの動画はいかがでしたでしょうか。1日4本しかありません。ぜひぜひ興味ある方は乗ってみてください。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。